ピが先手だ。ミレニアムの暴力を食らった。対局開始。6位近くは敗着です。なんかそれは中住まいってことかな。千日手したいってこと。まあ正直受ける義理ないんだけどな。なんかこれでなんか普通に刺して勝ったって言われてもなんかツイッターでお気持ちされそうだし、刺す気ないんだったら受けておきますか。まあ、これ受けるのもあんまよくないんですけどね。こういう謎の風習が将棋王座あるんで。お前が先手だ。別にあのまま普通に刺して勝っても何の問題もないんですけど、刺しては自由だから。あれがあの千日手受けないといけないっていう理由はないですから、ね、あんまり気分良くないけど、本来ねあれをあんま受ける文化私好きじゃないんですよね。だってあの初手5-2、5-8玉とかもあるかもしれないから、こう難しいところで1、2、3、どう刺そうかな。足受けるか、5、6歩型にしますか。久々に。そうだからなんかあれされたら受けないといけないとかっていうのは全くないんで、まあ、そこだけね、まあなんか間違った文化というかあんま良くないと私は思ってます。だからなんかそれでそうしたのに一方的になんか普通に攻められて負けたんですけどって言われるのもなんか尺だしっていうのがあって、だからあの行為があんま好きじゃないんですよね。1、2、3、4、5、6、ぶつけるかな。なんかあの素抜く順だけ気をつけないといけないけど、今のところ大丈夫。自転車乗りなのにアルミローブで満足してる。満足してるっていうと、なんかアルミ道路がダメってわけじゃないけど、22歩とかって怒る。6、7、8、9。あ、なんかちょっと打ちたくなるこういうの。これあかん。24飛車って寄れないから、こうして、おや、なるほどね。3、4、5。あ、まあこれは香車取りますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、さすがにいいと思うなこれ。2王系だったら1回2、3枚入れるのかどうかはちょっと悩ましいとこですけど、2、7強とかってね、桂馬ちきればほぼ勝ちっていう。2、3馬は入るのこれ。4、5、6、まあ、相手の飛車どこに行くね問題があるんですけど、いや馬はこの位置の方がいい説もあるからちょっと難しいところ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやもう強気に取るよ私は。君の角が欲しい。君の角を食べたい。1、2、3、4、5、6、同玉は怒る。危ないか。6、7、8。ちょっと馬もいるしなんとかなるやろっていうちょっと話なんですけど、怖いねこれ。超怖いこの取り方。3、4、5。いやまあこう取って同金は危ない。めっちゃ危ないね。あーちょっと待って、これ同桂も大概なんですけど、1、2、3、4、5。いやーこれ26銀とか絡まれて、いや26銀結構うるさいかこれ。いやうるさいかも。これはちょっとひるんだっぽいね。あでも同飛車とは取れんな、さすがに。これ同飛車と取るのは相当読みの力がないと無理だ。今の私にはちょっとあれだわ、一度死んだやつを蘇らせたの無理だっていうシェンロンみたいな感じになっちゃう。その願いは私の力を超えているって言わないといけない。いやー同玉かな。同金は4号系結構うるさいねこれ。同玉、まあ、切らしてる説あるんですけど、まあ銀系譜だからもう多分寄らないですよこっちの曲は。多分ね、理論上寄らない。理論上ね。3、4、5、6、7、8、9。まっすぐが正しい逃げ場所説。1、
2、3。あ、まあよ、で3七歩に金引いて大丈夫でしょう。ありがとうございました。というわけでね、ちょっと宣伝させてください。宣伝、はい、私あの YouTube のメンバーシップ機能で将棋のね指導をしております。月額490円から様々な将棋のね指導プラン用意しておりまして、将棋講師として活動しております。もしよろしければね、皆さんいかがでしょうか。将棋教室のね指導経験も豊富でございますんで、ぜひぜひ伸び悩んでるとか、誰かに習ったことないけどちょっと興味ある、でも近くに道場がないとかね、教室がないって方は一度ご検討いただければと思います。490円からだからね。はい、そしてね定期イベントもやっております。第1土曜日は友対、第2土曜日が面言将棋教室、明日です、明日で、第3土曜日が、将棋研究会ということで、まくり研修会員ってねプランに入っていただいた方向けに、定期的に将棋の指導イベント的なものをやっております。明日のね将棋教室の方は級位者さん向けの駒落ち多面指し指導でございます。初段を目指す級位者さんを対象に、高坂まくりがね2枚落ちの、指導で皆さんをねめきめき上達させますよという、そういった企画でございます。で来週の面言将棋研究会は、プロ棋士とかね、講談社奨励会員とかやってるような研究会で、私がね一つテーマ図を用意しますので、それをみんなでね研究していこうっていう、そういった研究会でございます。こういったものもねたくさんございますので、いかがでしょうか。はい、そしていっぱいあるね実は。そしてなんですけど、はい、私ね、なんと、大阪にグッズを発売しております。現在、すずり様にて受注開始しておりますので、よろしければいかがでしょうか。これで高坂まくりといつも一緒っていうね、そういうことができると。今日で作りました。というわけで、感想戦やっていきたいと思います。そう、いやー、まあ、交換して、いや、なんか、2四歩にこう、最近ね、こう、角引いて、カウンターしに行くっていうのが、最近のマイブームになってて、これでね、2筋交換させないよっていう。3三銀、4四銀、3五銀って手も制度こうと。また戻ってる。いや、両方使うって言ってたから。そう。今日は和服の日かなっていう気持ち。まあ、こういう駒組みでね、まあ、これで割と作戦勝ち模様なんですよね。相手から攻めがしづらくて。でこれね、この瞬間、2二歩、あ、最善だった。完璧だったわ。やっぱね、隙ありでしたね。ミスるとひどい意味になるんだけど、こう飛車を戻る手段とかがないから、こう角がね、こうちょうどいいところに効いてるんで、これ2一歩成が止まらないから、よしですね。本譜3三桂でしたけど、と金消すなら3一飛車だけど、さすがにちょっと悔しくて指せないんですよね。映像だもんね、いきなりね。で、2七歩って言って。ちょうどここで一歩交換したからね、ここに打つ歩を確保してるんで、角引きに。で、まあ、歩切れ対桂得っていう話になるんですけど、さすがにいいと思う。なんかこの辺、フライ取って、まあ、7六桂から6四歩みたいな手が普通に厳しいので、まあ、こういう攻め狙っていく感じ。まあ、例えばこう銀上がりみたいな感じだったら7六桂と言って、こう、次6四歩、同歩、同桂が超厳しいし、それを防ぐために歩ついて、今度はね、ここに桂打っても、銀上がりとかで受けに来れるから、でも、6六桂で今度は打つとね、こう跳ねる手と、7四歩でつく手があって、これも厳しいですよね。5四桂防ぐために上がると、7四歩でつかれて、同歩は同桂で、こっちの両取りなんで。そう、こんな感じで攻められるとね。しかもこの恐ろしいのが、ここでね、桂馬使っていって、まあ例えばこうなると、まあもちろん大成功なんですけど、この桂馬どっから来たかっていうと、ちょっと前に、筆取った桂馬なんですよね。で、その筆取った桂馬が、今度は金に変わるみたいな話になると、さっきまで桂得だったんですけど、こっち金得になるんですよね。金桂交換じゃなくて、魔得してる駒だから、どんどんいい駒になっていく。まあ、わらしべ長者って呼んでますけどね。わらしべ長者のごとく、どんどん駒が良くなっていくっていう、駒得が広がるっていうパターンで、こうなると、さすがに負けるパターン。将棋もね、駒得したらね、押した駒をどう使うか考えていただくのがいいと思います。得した駒で攻めるのが、ね、一番いいんですよ。最悪取られても、もともと相手の駒だし。そう。得した駒で攻める。で、守りは、もともと持ってる駒でやるみたいなね。そういうふうにすると、戦力差がどんどんついていくから、
分かりやすいよね。あ、それが理想。本譜2二歩がやっぱ厳しくて3三桂だったんですけど、まあ、2一歩成となっといてね、この角が1三に効いてるから香車をこう逃げることもしづらいと。一番上だと普通に取られちゃうし、1個香置いても2二とでね、結局やぶ蛇なので、そう、まあ端から攻めてきましたけど、まあ根元の香車取ってどんどんなんかこう相手の攻め駒を攻めていくような感じで良くなったね。まあ、ちょっとこの辺一瞬怖かったけど、これ2六銀が少し嫌だったんですけどね。飛車取ったら3七歩成でこれなんかおかしくなるんで、まあでも当てるか。こうしてこうして取って取って玉まっすぐ捕まらんね、多分逃げれますね。2七金は1六玉でもう大海原にこぎ入れるし、グランドライン目指して大航海始まるし、まあ、1五歩も2六玉と上がれば捕まらないし、引かれても1六玉と上がればこれやっぱ捕まらないんで、そこ中段にねどんどん逃げていけばいいので、こんな感じだね。そう、序盤にと金できるとやっぱ大きいですね。金って何言ってるか分かんないかもしれないですけど、と金って金なんで、金なんですけど相手が取っても歩なんで美味しいんですよね。あ、実質金得みたいなとこあるんですよ。けど相手からしたら歩だから取ってもね、だから多大な犠牲を払わないといけないと、金と同じ動きするのにずるいよねってことなんですよ。こんな風にね、と金序盤にできたりして駒得とかするとやっぱリード取れるし、でリードをどうやって生かすかっていうと、リードをね保つ生かすっていうのは、もしくは拡大するっていうのは、まあ、得した駒でね、攻めるのがおすすめです。だってもともともらった駒だし、相手に返すぐらいの気持ちでね、他の駒と交換でいいよって言って、飛車と交換でいいよとか最初は桂馬とか香車取って、それで、まあ、銀とか金と交換でいいっすよって言って交換して、でその次はその銀とか金で、あ、飛車か角と交換でいいっすよみたいな感じにすると、どんどん優勢が拡大するんで、おすすめです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。